サルティングの環境ステーションの提供でお送りします。大丈夫ですよ。頼れるコンサルで思い描いたゴールへ、不動産コンサルティングの環境ステーションです。ボールダッチ、ボールダッチ、ボールダッチ。3年前に発足したサッカーチーム FC レガウ、練習の多くは個人技を磨くことに当てられます。ボール持ってないとき何しなきゃいけない？相手のボールを取る。ドリブルをする子にもアドバイスが。前にあるボールを操ろう。しっかり股関節使う。1対1の強さを身につけます。これは手と足を同時に使う練習。リフティングしながら自分の手でじゃんけん。まずは利き腕をかざして、右利きの人は左手をかざせる。脳を鍛えるトレーニングです。続いてリフティングと着替えを同時に行う練習。実際の試合ではそんなことはないんですが、2つのことを同時に考えることはサッカーに必要な視野の広さを養います。個人の能力がないとチームプレーができない。練習の方が難しいので、試合になると簡単になるっていう。3歳から徹底的に個人技、体の使い方を身につけ、さらに下級生と上級生が一緒にボールを追いかけます。3年生の鉄翔くん、個人技を磨く理由は 5,6 年生を相手にしても勝ちたいから。スピードとかじゃ勝てないから、小技とかで抜かしたり負けないように、そこだけは努力してもらってます。技を身につけることが面白さにつながっています。リフティング、なんかリフティングにも技があって、首に乗せたり、シュートとパスとドリブル。でも一人じゃなんか前まで行けないから、仲間が必要だと。失敗しても挑戦を続ける、仲間のために自分を磨くスポーツキッズでした。こんな感じで無理のないプランをご一緒に。不動産コンサルティングの環境ステーションです。不動産コンサルティングの環境ステーションの提供でお送りしました。